ちょっと喋ろうかなって感じで、とりあえずこれタクシーの中でやってるんですけど、まあ時間ができたのでタクシーの中で説明します。とりあえず言っときたいのは、まあなんか揉めてるというよりはただのあの話し合いですから、あの交渉ですから、あのなんかただ提案したことに対して僕も提案して、それで話が噛み合わない的なね、なんですかね、その契約が合意するに至らなかったっていう感じなんですけど、今日ちょっとね真面目会でいきましょう。ただ切れてるわけじゃないんで、ですかね、5割ぐらい切れてるぐらいな感じで。まあ、顔もなんかちょっとなんかお腹空いててさ、ふてくされてた顔したけどさ、全然大丈夫です。まあ切れてるって言っちゃ切れて、逆切れ、そう半切れぐらい。まあ大爆発って言ったのは本当ですから、はい、小爆発ぐらいにしとけばよかったです。はい、ということでまあ喧嘩というかね、条件が合わなかったっていうだけの話です。まず経緯はです、監督と話をして、それで監督はその 中継ぎでやってほしいっていう感じ で僕はいやもうそういう考えはないですっていう風に言って、でその後に GM と直接話をして、で GM も中継ぎでやってくださいっていう風な感じで、僕はやる気持ちはありませんっていう風に話をして、それが11月の話ですね。あ、10月か。10月にそういう話をして、で、今日のその交渉の場で、球団は2023年シーズン、中継ぎをするとしたら、2024年シーズンは先発でやってもいいよっていう風な感じで、僕はもう、この2023年から先発がしたいんだっていう風な感じで、あのしたいんですというふうに伝えたという感じですね。3年前からって言って、そう3年前もこういう話をずっとしてたんですよ。監督に行って、その後 GM に行って、で中継ぎでやってくれみたいな感じで、わかりました、じゃあやりますっていう感じで、そういうのが3年ぐらい続いたんですよね、なんだかんだ。それでいやもう今年は4年間また同じことを繰り返すのはちょっと無理ですっていうふうな感じで、ずっと直接は話してて、さすがに4年目はキャリア的にも精神的にもきついなっていうことを伝えたまでですね、っていうことを説明したくて、で全然なんか記事が、これも誤解してほしくないですけど、記事が書かれた記事が悪いから僕がこういうことをしてるんじゃなくて、記事まあ見てないけど全然、ただ僕は個人的にチャンネル持ってるから個人的に発信しようっていうことでやってるだけなんで、まあとりあえずチャレンジはしたいですよっていうことを伝えて、今の自分ならできるんじゃないかっていう自信が結構強いですね。だからその機会もない、機会すらもないっていうのはちょっと僕は納得できませんっていうことを伝えただけですね。どのぐらいか話した内容は、そう外国人次第っていうコメントあるんですけど、その誰かが来ないと僕が先発に回れないっていう状況が僕のコントロールできることじゃないので、それは僕は分かりませんっていう感じで言いました。金額的には問題ないです。だからまあ交渉なんで、先発するなら金額を下げますって言われても全然 OK だし、で逆にもう本当に中継ぎしかやらせられないっていうなら、まあ金額をもっと上げてもらうというか、そういう感じの、まあ交渉なんで、これは分かんないですよ、それは知らないですけど、球団側が折れなかった時どうしますか。まあこっちも折れる気はないので、どちらとも意見を曲げないで対立というか、その契約がね交わせない状態になったら、僕は多分契約できないんで、そのままなんか自由契約みたいな感じでどこにも所属してない中ブラリーになりますね。で中ブラリーになったのに、この球団にも取ってもらえないっていう現象が起きて、僕は
りあえず日本では野球できないし、わかんないです。なんかメキシカンリーグとかに行かないとプレーができないっていう状況になるんで、それは多分ないと思います。引退になっちゃうんでまあまあまあ、そこはね絶対ないと思うんですよ。そんなになんか関係が悪いとかそういう問題じゃないのでご安心ください。僕はあの折れる気はありませんので、はい、僕もねちょっと頭おかしい部類なんで、来年の目標言ってなかったね。来年の目標はちょっともっと頭おかしくなるっていう目標がありまして、さらにもうこいつ頭狂ってんじゃないのっていうような人になりたいっていうのが目標。まあ僕は頭おかしいんで、ね、5回くらい先発やってダメだったら戻るんですかって。チャンスすらないんでここ何年も。だからね、とりあえずチャンスが欲しいよね。チャンスをつかめなかったらもうそれは僕はどこにでも行くし何でもするよ。それはシーズンを1年間通した時にですよ、1年間通した時に中継ぎでさ60試合投げてあんまり影響ないじゃないですか。60試合投げたところでないんですよ。先発のさ百何十イニング投げるっていう方よりは影響力ないし、もっとね自分が活躍して優勝したいし優勝させたいって気持ちがあるんで、そこは絶対折れないですね僕は。だって負けてる試合見てて何もできないのがムズムズするというか、まあ、そこも僕が多分あの病気なんですけど、なんかムズムズしちゃうんで。影響ありますけど、影響力のどっちが影響あるかって言ったら絶対先発なんですよ。影響させれるぐらいの選手にならないといけないし、正直な話ですよ、まあ、これずっと、まあ、今日も言ったんですけど、同じチームでさ中継ぎのタイトルも取りましたし、正直なんか心地いいとこでずっとやるのもありなんですけど、やっぱり可能性を広げて挑戦もずっとしていきたいし、まあ、正直中継ぎで、まあ、ずっとやってた方が楽なんですよ。でそういう道もあると思うんですけど、あえて挑戦したいっていうね、そのこのクレイジーさもありますね僕は。あの頭おかしいんで、普通はなんかもうそこでそのさタイトル取ってさ地位を確立してそこでやっとけよって思うじゃないですか。だけどもうね、それもそういう道もあるけど、クレイジーになりますよ来年から。もう狂ってるけど、タクシーで配信しようって思う頭も狂ってるんで僕は。大丈夫ですかこの話。大丈夫ですか、はい、すみません。言いたかったのは仲悪いとかじゃなくて、ただ交渉してあのお互いの要望が合わないってだけなんで、はい、それだけですね。目標はだからクレイジーで、クレイジー、おかしいよ僕は。もっとね変な人になりたい。背番号はまあどうでもいいですマジで。とりあえずはこんなことかな、喋った内容としては。